ましてルキと申します。昔、日本2年ぐらいに住んでいましたから、日本語はできますね、あとスペイン出身です。YouTube やってんだっけ？あ、そうです、 YouTube はやってます。スペイン語のチャンネルとあと日本語のチャンネルもやってます。ぜひもしよかったら登録お願いします。乾杯。乾杯。梅酒美味しい。梅酒飲みやすいよね。うん、コスプレみたいな。結構好きなのそういう。はい、子供の頃からアニメが好きで、日本の音楽とかも好きです。ツアー歌手も歌手活動もやってます。ツアー羽田空港で歌ったことはあります。そうなんだ。はい、スペインでなんか日本の文化のイベントでよく歌ってます。歌手、はい、兼 YouTube 兼インスタグラムもやってて、はい、忙しい、ね、全部やってます。SNS が大切ね。自分の宣伝、プロモーションできるしね、はい、そうです。分かる、それは。あと YouTube がなんか楽しい。スペイン語のバンのチャンネルで日本を見せるとか、そうそう、日本の映画のことを話すとか、例えばこの前天気の子っていう映画のことを話して、はいはい、なんかスペインで、ね、まだ放送されてなかったから、なんかみんなすごい喜んだ。あ、そうなんだ、はい、映像が綺麗だよね。そう、映像がすごい綺麗。君の名はもすごい綺麗だったけど、うん、今回の天気の子もね、めちゃめちゃ映像綺麗で、はい、はい、そうです。あと、メインキャラだけじゃなくて、その他のキャラクターも今回がすごく面白かったと思う。一品目はフグのベリーです、はい、え、フグ、フグ、え、パフィフィッシュのジェリー。知らない。大丈夫、大丈夫。初めてで、ちょっと写真撮ります。インスタ映え。フグ皮、皮、うん、ちょっと入ってる。これは超好き。うんうん、美味しい、美味しい。これはなんか一応、うん、銀行、なんか秋っぽい、すごい綺麗。こちらは季節のハツですね、うん、こちらからですね、はい、カニ入りだし巻き卵、隣が蒸しいだけですね、あとその串に刺さっておりますのアイガモロース、あと牛テールのリバー蒸しですね、お寿司で、お魚がこちらのアドリでございます。金粉ですね。上にこの白を乗せております。これなんかカニ、これカニ、うん、カニのだし巻き卵、うん、そうそう、卵焼き。大丈夫。いただきます。うん、美味しい。うん、うんうん、なんかスペインもさ、タパスみたいな、うん、あります、こういうのあるよね。ヤガイモオムレツ、うん、トルティーヤ、トルティーヤ、トルティーヤエスパニョーラ、トルティーヤエスパニョーラ。でも作る簡単。あ、そうなんだ。そうそう、美味しそうだなと思って。一番難しいのはやっぱりひっくり返すの。そう、ひり、ひり返す。ひっくり返す、ひっくり返す。うん、かも、うん、美味しい。うんうん、美味しい。アメリカの野菜って言ってた、多分ポテト、うん、うん、ポテトみたい、うん、これはほうれん草、ほうれん草、うん、これは豆腐の皮となんだっけ、ビーフテール、うん、ビーフテール、うん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 、美味しい。初めてこの味。タイ、この、あ、タイ、うん、うん、なんかちょっとスモーキーみたいな。生じゃないよね。うん、生じゃない、ちょっと焼いてる、うん、フルーツ、フルーツ、うん、金柑、金柑ってなんつうんだろうな、なんかこんなちょっとオレンジのちっちゃいやつ。え、
でも、なんだろう、何の味かな。ちょっとオレンジっぽいけど、そうそう、それみかんじゃない？みかんじゃない、みかんじゃない、みかんじゃない、金柑、こんなやつ。へぇ、すごいちっちゃいの、こんなもん。へぇ、見たことない。スペインでない。ない。実はお母さんが農家で、オレンジが作る、バレンシアで。えー、いいね。バレンシアってオレンジ有名だよね。そうです。オレンジジュース。オレンジジュース毎日毎日毎日病気にならない。病気。風邪ひかないよ。そうそう、風邪ひかない。モチーフと生ハムでございます。はい。生ハム。生ハムと湯葉。湯葉。さっきのさ、ソークスキンをもっとレイヤーにした感じ。うん、ソーク好きだから。うん、好きやと思う。スペインのイベリコハモンセラーノだっけ。ハモンセラーノがもっと安い、うんうんうん、その後はハモンイベリコ、パタネグラ、いろんな種類がある。でもパタネグラとイベリコが一番美味しい。あ、どこの町行ってもお料理が美味しい。パエリアとか。そう、バレンシアはパエリアが伝統的な料理。あ、そうなんだ。そうそう、実はみんなのパエリアの持ってるイメージとバレンシアパエリアがちょっと違う。何のイメージある？パエリア。フライパンみたいのにご飯と、あとシーフード。大体みんなそのパエリアのイメージなんですけど、まあそれが、それもあるけど、うんうんうん、でも伝統的なのパエリアがちょっと違います。あ、そうなんだ。バレンシアのパエリアはもちろんご飯、お米とチキン、野菜、うん、豆、そしてウサギ。あ、そうなの。ウサギ食べるんだ。そう、みんなびっくりする。もうすごい味が違う。ラムとチキの間。あ、確かに。イメージそんな感じかも。豆腐に。ジェラチンなんで分かんないね。でも美味しいね、これ。アニメってどういうアニメが好きなの？あ、いっぱい好き。すごい難しいな、質問。日本が好きになったというか、はい、日本を知ったきっかけになったアニメとか。はい、まあ最初がお兄さんがいる、私、うんうん、お兄さんはアニメが好きで、うん、私はそのアニメは日本から来てるって知らなかった。アメリカのアニメとか、いろんな、いろんなアニメがある。スペインのアニメもあった、うん、その時は。日本のアニメがなんとか違うなって思ってたけど、でも日本から来てるって知らなかった、実は。じゃあ私これ好きだなって思ってて、なんかあとそのアニメからの日本の文化も書いていた、うん、あ、そうだね、うんうん、そうそう、からなんだろう、それでちょっと興味が出てきて、 それで日本の文化に興味になって、日本の音楽、うん、まあ最初がアニソンだけ聴いてたけど、はいはい、一番気になったアニソンは、うん、キャンディキャンディのオープニング。なんかすごい昔の、昔のやつ。そう、まあ、少女漫画、セーラームーンとか。あ、セーラームーン。あと、スレイヤースっていうアニメ、魔法を使ってるファンタジーで、スレイヤースで林原めぐみさんっていう歌手、まあ、と声優、その歌手がもうめっちゃ好きになりました。その後が日本文化協会に入ってて、うん、すごい、そんなのあるんだ。日本が好きな人とかなくて、友達が、まあ、あったけど、友達があったけど、その同じ趣味の友達がなくて、日本文化協会を調べて、一番若いなメンバーでした。日本文化協会で、なんか将棋を並んでとか、GO、うん、あ、将棋。そう、花札。実は恋恋が得意。恋恋って何？花札。花札、花札の恋恋。 あと、なんか着付けのレッスンとか、日本語の、うん、無料レッスンとか、そういういっぱいあって、漫画を描くレッスンとか、それが全部無料で、日本の文化を広めるため、うんうんうん、それやってて。そういうことやってるんだね、海外でも。実はその日本協会の一番上の人になりました。あ、そうなの。最後に会長。会長になりました。会長になった。やば。でも、まあ、もうない。それ、なんかその後がいろいろあって、うん、なんか私も
日本に住みに来て、まあ、別の人が開通になって、あ、まあ、その後が亡くなってしまいましたので、すごく残念。あ、教会自体が亡くなっちゃったの。そう、変わってる。ここにスープがあるでしょ、これにつけて食べる、はい、回りやすいから。そうだね、うん、肉の下にネギが入ってるんだよ。一回俺来たことあって、冬はやっぱりしゃぶしゃぶとかすき焼きとか本当に温まって美味しい。はい、そうですね、今日はめっちゃ寒かった。寒かったね。もう手がすごいなんか氷みたいになってて今スペインは暖かいの。スペインはそんなに、まあ、寒いけど、ここまでじゃない、ここまでじゃない。まあ、大体バレンシアが海が近いから、うん、冬がそんなに寒くなくて、そして夏がそんなに暑くない。あ、はいはい、まあ、それ最高じゃない。そう、そう。漬けダレがトマトベースのほぐした冷製のタラと、こちらが中央の牛テールスープの塩ダレですね。はい、でこれに合わせまして、こちらお薬味の梅味噌です。赤い方が赤唐辛子入り、こちらが青唐辛子と黒ごまと山椒が入っています。こちらでお気をつけくださいね。熱そう。熱い。めちゃくちゃ柔らかい。めちゃめちゃ美味しい。うん。うん。うまいね。うまい。めちゃめちゃうまい。ネギとすごい合う。うん。うん。ネギが細くに切ってるから、うん、なんかすごい食べやすい。うん、この辺豚肉。うん。うん。豚も美味しい。うん。チリ。チリ？スパイシー？スパイシー好き？うん。うん。なんか、まあそんな辛くないよ。うん。うん、前タイ行く前が全然辛いがダメ だったけど、タイ行ったからもう辛いしかなくて。うん。うん。美味しい辛さ。うんうん、うん。ちょうどいい。うん。こっち行く？前食べた時は俺こっちの方が好きだった。あ、うん、トマト、やっぱりここの方がいい。家庭料理、スペインの家庭料理。なんか家庭料理って何ですか？お母さんとかが作ってくれるような料理とか、うん、あとまあ自分で作ったりとかするんですけど、どういうのを作るのか、どうかな、うん、まあお母さんがトルティーヤが得意。あ、パエリアってさ、うん、家で作る、うん、作る、あ、作る、お父さんが作る。実は私の家でお父さんの方が料理がする。へえー、そうなんだ。そう、お母さんがたまに、うんうん、そして私も、まあいる時がみんなの料理を作ります。うん、バレンシアってどの辺？スペインの。バルセロナ知ってる？バルセロナが北、北、うん、北東、うん、そしてバレンシアがバルセロナの南、地中海が近い。でもビーチとかもあるし。そうそう、すごいいいところ、ね、みんな来てほしい。お料理も美味しくて、うん、天気もいいし、山もあるし、海もあるし、夏とか川で泳いだりとか。あ、そうなんだ。そう、大きくない、小さくもない、小さくでもないし、すごい住みやすい、住みやすい、うん、
しかもこのバルセロナからもバレンシアから車でこう行ける感じだよね、うん、そう、車だと3時間ちょっとぐらいかな。あ、結構じゃかかる。そう、マドリードもそのくらい、うん、まあ、電車が新幹線みたいな電車に乗ったらもっと早いに着くけど、うん、2時間、1時間ぐらい、まあ、名古屋に行くみたいな感じかな、東京、ね、から。わかりやすい、うん、なんかいっぱいあったけどさ、うんうん、意外に食べれたね、全然。そう俺食べれるかなと思ったんだよ、最初ちょっと見て。日本料理美味しいね。スペインにある日本料理、スペインにある日本料理はラーメン寿司はないの？寿司ある、でも全然違うとカリフォルニアロール、カリフォルニアロールとか。なるほどね。そういうものある。でも美味しいラーメン屋さんがある。あ、そうなんだ。うん、大阪にもあるお店。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからそっちが結構美味しい。あと、ようやくが取りにくい。ラーメン屋なのに予約とかあるの？そうそうそう、それすごい珍しいね。あるある。結構味は日本と同じぐらい、うん、まあ値段違うけど、うん、高いでしょ絶対他にヨーロッパは何か旅行したことある？うん、うんうん、フランス？フランス、うん、フランスが、3回かな。一番最後は一人に行きました。初めて一人の旅行だったからちょっと大変でした。その時はなんかフランス人の友達の家に泊まってて、でも実はパリじゃなくてなんかスバーブにあったけど、空港に着いて乗るバスが間違えて、全然知らない街に降りて、周りさんに聞いてたら、うん、私を無視した。なんかメトロがどこですかって英語で聞いてたら、私が完全に無視した。もうすごい、何これって思ってて、なんか全然手伝ってくれなかった。あ、そうなんだ。最後にちょっと遅くなったけど、なんか着いたんだ。着いた。すごい、よかったそれは。で、一応友達とも会えて、はい、あ、よかったね。そうそう、めっちゃ怖かった。そうだよね。そうそう、初めての旅行だったし、一人しかいないし。そうそうそう、なんか実はフランスにあるイベントのために行きました。なんかジャパンエキスポと、そのイベントのためにフランスに一人に行きました。あ、そうなんだ。そうそう、うん、なんかヨーロッパがそれだけ。そうなの。私が何回日本に行ってるから、あ、その旅行のお金が大体全部日本に使ってる。いいよ、素晴らしい。そう、でも日本にいるときはなんかタイに行ったりとか、うん、台湾とか、はいはい、まあ、日本からアメリカ行ったこもことある。あ、そうなんだ。そう、まあ、実はアメリカでライブしましたけど、へ、日本の中でいろんなところも行きました、うん、あと青森とか、あ、そうそう、ねぶた祭り 見るため。ねぶた祭り行ったんだ。そう、俺も行ったことないわ。行ったことない。行ったことない。すごい、うん、なんか古い電車に乗ってて、その電車でいろんな人が津軽歌うと津軽三味線が弾きました。そうなの。そうそう、よく覚えてないけど、田んぼアートとかもいたし、うん、あとジブリに出てる、ジブリムービーに出てるところもいたし、はいはい、なんかいろんなところに行きました。それはなんかいいね。うん、ローカルな。そうそう、なんか、ローカルの日本が好き。うん、暑い、まだ暑い、まあ、本当なんかパスタみたいな、うーん、スープパスタって感じだね。本当なんかパスタ、本当にパスタね。パスタだ。タギアテレ、うん、スープタギアテレ。メロン食べるがすごい下手。いや全然。一
一番好きな麺はそば。そばの？そば。へえ。そばが一番好き。でもスープがないそば。ザルそば。あ、ザルそばね。俺もザルそばの方が好き。そうそう。ザルそばと天ぷら。一番好きな料理。デザートみたいなのってあるんでしょうか。あ、よろしく。日本のチーズが好き。お菓子とか。あ、本当？もう美味しい。大福、いちご大福。いちご大福。いちご大福。その甘さが完璧な甘さ。だと思う。どう？お腹いっぱい？うん、いい感じ。いい感じ。まあ、スイーツが来るから。ビスイーツが別腹。スイーツ別腹だね。Another stomach。それ言う？スペインで。言うかな？言わない。言わないか。言わないか。言わないかも。私が言うけど、スペイン語で。なるほどね。私のスペイン語はちょっと日本語スペイン語になってた。例えば、日本で、うん、そう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 とかあるよね。あ、言う。スペインで、行くときは CCCCU でも本当にそんないっぱい C、 C が入る。でもそんなに CCCC いっぱいってスペイン語で言わない。あ、スペインで CCCCC って言います。みんながどうしていっぱい CC して言ってるの。食コンプリート。あ、まだマジだ。コンプリート。ごちそうさまでした。スペイン行ったことないんだけど、うん、スペインに行ったらどこをおすすめする？観光地とか、バレンシアだったらなんかいい場所ある？La ciudad de las artes y las ciencias。 La ciudad de las artes y las ciencias。 ミュージアムもあるし、あとオペラのところもあるし。あ、そうなんだ。水族館？水族館。水族館？水族館。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 アクエリアム。アクエリアム。うん、まあアクエリアムかな。でも一番いいのは外からアーキテクチャがすごい綺麗。なんかディズニーの映画の聖地です。うん、あ、そうなの？トゥモローランっていう映画の聖地。はいはいはい。へぇー。そう、なんかフューチュリスティックプレイスだから。カテドラル、バレンシアのカテドラル。カテドラル、大聖堂。大聖堂、大聖堂。中はすごい綺麗。あとあれだね、セントラルマーケットみたいなのもあるんだね。あー、それ。近い。そっちもいい。バレンシアのいいところは、観光のところは大体同じ。ところに。あ、そうなんだ。それすごいいいね。だから観光的にもういっぱい見れる。あとバレンシアの近いところはクエンカ。なんか古い建物が異世界みたいに、ファンタジーの世界に行くみたい。崖があります。崖がある。うんうん。橋、怖い橋や橋。あー、はいはい。これとかさ、もうなんだろう、うん、アースクエイク来たらやばいよね。でもスペインにあんまりスペインではないね。まあ1回2回あったけど、うん、そんなに強くない、ね。まあスペインの建物が地震向けに作られてない。作られてないから、うん、ちょっと大きな地震があった時はその町がいろいろ壊れました。あ、日本で地震は経験したことある？うん、たくさん。怖かった？まあもう怖くない。もう怖くない。アワリンゴとココアの真ん中でございます。うん、うん、美味しい。リンゴが美味しい。やっぱリフレッシュするよね。美味しい。うん、美味しいね。コンティ違う子ちゃんね。いろんなお店の紅茶は味が苦い、ちょっと苦いけど、これがちょうどいい。そう、ね、苦くない。確かに。デザートが最高。食べ物がとっても美味しかった。教えてくれてありがとうございます。ごちそうさまでした。
美味しかった。しゃぶしゃぶはすごくなんか肉が柔らかくてすごい美味しい。そして形で丸くなって、そして真ん中に入れててなんかびっくりしたなんか珍しい。美味しかった。ありがとうございます。ありがとう。アディオース。